三本マストと貝を持つ、ジーベック18世紀以降のジーベックの搬送図、ジーベックとは、16世紀から19世紀頃の地中海で、主に攻撃目的に使用された保船である。保と貝の両方を推進力を得る手段としており、アルジェリアのバルバリア海賊が使うが冷戦と似ていた。初期のジーベックは二本マストのものが多いが、後のものは三本マストが多い。保の種類は、初期のものは、 ラテンセールのみを持つものが多いが、後期のものは黄飯を持つものも多い。大きく突き出した戦士と、戦備、戦隊からはみ出すように傾斜したマストが特徴的。18世紀から19世紀初頭の商戦としての、ジーベックは、戦隊も大きく、三本マストのうちフォアマストのみに、黄飯、残りにラテンセールが貼られた。この黄飯を持つという特徴によって、 フェラッカとジーベックは区別された。またフォアマストからバウスプリットに向けてステイセールが貼られた。軍船や海賊船としては以前として三本マストにラテンセールのものが使われたため、このタイプのジーベックをポラッカジーベックとも呼んだ。また、ヨーロッパの海軍で使用されたジーベックにはすべて黄斑が貼られており、ジーベックフリゲートと呼ばれた。ジーベックは、 ゼブック以外にジベック、ジベック、ゼブック、ゼベック、チベック、シュベックとも表記するほかなど似た綴りや読み意味を持つ言葉が各言語に存在するオンラインエチモロジーディクショナリーによるとアラビア語で小型軍艦を意味するシャバックが語源だとされている1738年アントニオ・バルセロが率いてアルジェリアに向かうジーベックヨーロッパの人々は 遠洋で、試略船としてジーベックを使用し、その用途のために対象となる船よりも高速度での航行のために潜伏を狭くしたが、広い保面積を得るためにはそれに応じた、広さの潜伏が必要であった。ジーベックのラテンセールは、追跡や逃亡において利点があり、なぎの状態でも航行が可能であった。海賊船として用いられるときは、サイズによって三百から四百人の水夫を乗せ、 16から40の方角を備えていた。また、通常時には商品の運搬にも用いられた。カザドでも射されたスペインのハベケはラテンセールのみを持っていた。この船は18世紀半ばにスペイン海軍の象徴としてアルジェリアの海賊船と戦うために建造された。バルバリア海賊も地中海交易におけるそれらの吸収に対抗するため、 三隻のラテンセールを持つジーベックを使用したとされる。ジャンドラ・バランドはジーベックについて地中海というジャングルにおける虎、失踪と攻撃の王者と評している。ありがとうございます。